というようなことがありましたが、ケージの掃除など終わりましたので、ヘンちゃんがなでなで、黒い背中はだからちょっと丸いからポンちゃんだね、きっとね。かじってるな。じゃあシオンくんの中、チョコちゃんがハウスの中だ。さあ今日からうちは猫天国だ。でもみんなが仲良くしてくれるようになったよ。でも今チョコちゃんが もうこうなってくるとポンちゃんが教育係だな。ジャン君はどうやら叱ったりしないタイプだから。ポンちゃん、みんなをよろしくお願いしますね。工事のお兄さんが気になります。はい、皆さんご飯ですよ。まだできてなかった？しおんくんも偵察に来たの。入りました。はい、ご飯ですよ。ご飯だよ。
はい、カレーもね。さこちゃん、邪魔しないのね。さこちゃんもあるからね、もうね。できてるよ。ちゃんと来てね、自分だから。はい、いい子だね。さこちゃんいても気にしなくて偉いね。あんずちゃんはリコンさん。いいかね、あんずちゃん。うん。もうちょっとお味噌になりそう。はい、いただきます。じゃあ、ふわふわです。うん、シュリ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 、ピカチュウ尻尾シュリシュリ、ピッピカチュウ尻尾ピッ。これじゃない。はい、どうぞ。やっぱりまだ遊びたいのね、ちゃこちゃん。ちゃこちゃん惜しい。あと1メーター左だったね。ちゃこちゃん。遊ぶ相手いないんだよ、ちゃこちゃん。みんなご飯の時間になってるよ。罠にかかりました。ご飯食べてね。ご飯がありますんで、よろしくね。
おしまい。あんずちゃんもちょっとね。